皆さん、こんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年9月1日、最終結論、胸、尻、ももを見せてる武将は、軽犯罪法違反なので、全員しっかり服、衣服をしっかり着用して、肌を露出させないように、画像のグラフィックを書き換えてください。これが最終結論。べっこうさん。もうそこ根性あるとこ見せてもらわなかったらもうお話になんない。本当に。で、誰がそういう風な、画像を選んだんだっていうこと。芸能人で誰それがこんなこと言ってるとか、そういう話があるんなら、書類として、提出して、淡井圭介に。行政とかだったら揉み消すからダメよ。揉み消す人が現れるから。本気で法律分かってない人が現れるから。この程度でいいかっていうような人が現れるから。ダメだから、それ。まあ、中国政府 OK っていうことで、まあ、習近平国家主席の声だと思うんですけども、電波では聞こえているんですけど、これもう分からないんですよ。本当に。電波は人間の声を、コンピューター、AI が、いくらでもその音声を採取して、エシュロンというシステムで世界中で喋ってる人たちの音声100年分蓄積してるんですよ。で、いつもコンピューターは使えるから分からないんですよ、本当に。まあ、本日、撮影した内容、9月1日に撮影した内容、僕は、はじめに、冒頭にいつものこれするでしょ。これ日付と時間帯見てもらったら分かると思いますから、新しいイベントもう無理も多すぎる。もう今あるイベントでいいの。それよりもお客様の声に耳を傾けましょう。それしないとダメ。それがしっかりとした新規プレイヤーとかを継続して、っていう、方向性であり、あとは CM、テレビでの CM がないと無理です。本当に。で、ただ、もうちょっと財務状況とか、べっこうさんの状況聞きます。私が、お願いですか？法廷に電話でもできますから、法廷で。日本語喋れる方で、ちょっと状況教えてください。削除の、ダウンロードしてしまった人のね、データ身勝手になかなか消せないでしょう。で、それも、何年プレイしてない人はもう削除しますって、もう告知しましょう。それしなかったら、もう、後でお金ものすごいかかりますから。人件費。いろんなイベント作ってる場合じゃない。一旦削除しなきゃなんない。本当に。何年もプレイしてない人。そこ、まあ僕の内容は以前5年間って言いましたけども、ちょっともうそれ裁判所で決定してもらいましょう。そうすればもう安全でしょ。例えば、2年間プレイ、全くしないプレイヤーのデータを削除させてもらうとかね。それもそう、それでもう、もう、多い、もう、イベントも今までも、もう十分。これ以上もういらない、いらない、本当に。もう無理だからみんな、本当に。他のことできなくなる。以上です。誰かその方向で進みましょう。以上です。それが今のべっこうさんの社員のしなきゃならない仕事。データの削除、その方向。